皆さんこんにちは、三宅智子です。今回はですね、メンブラッドスタイルお天場鎌倉さんにやってきました。今回で2回目ですね。前回はラーメンととんかつと唐揚げとサラダのデカ盛りをいただいたんですけど、今回はい、こちらですね。今回はですね、レングラントン富士盛り定食の豚肉、こちらね、お肉だけでなんと 1.25 キロ用意していただきました。名物のレンブラント特製煮込みハンバーグ定食のハンバーグ、こちらの、ね、ハンバーグだけで25キロ用意していただきました。7人前ですね。ランチはご飯、味噌汁、サラダ食べ放題ということで、ね、ご飯と味噌汁食べ放題しながらおかずを食べていきたいと思います。ではでは、いただきます。サラダもてんこ盛りです。ドレッシング3種類あります。青じそ、チーザーとサラダ、サラダです、サラダ、はい、3種類あるので、私はね、基本青じそ、ごまだれが好きなので青じそにしたいと思います。まずはね、こちら1枚がすごい分厚い、でかい、うん、1枚がめちゃくちゃ大きいです。でもご飯と巻いて食べたいですね。こういう感じで絶対おいしいやつですね。いただきます。うん、おいしい。1枚の食べ応えがすごい、おいしい。甘めの味噌だれがめちゃくちゃご飯に合います。これご飯何杯でもいけそう。あ、お米がやっぱりおいしいですね。うん、おいしい。何でしたっけ、御殿場欲しいからです。食べ放題のご飯ってちょっとね、安いお米使ってるっていうイメージあるんですけど、これはめちゃくちゃおいしいやつで、さすがホテルです。すごい。
今めっちゃもうどっちもご飯が進むから。パセリですよね。パセリです。なんかちょっとおしゃれなパセリ。おしゃれなパセリ。そっか。パセリってこんな形でしたっけ？なんか言われてみたら分かんなくなってきました。なんか。うん。味はパセリだ。味はパセリです。パセリです。レンブラント富士森を完食しました。ハンバーグですね。なんか結構1個がすごい大きいんで、しっかり絡んでて、ご飯がね、すっごい進む味付けでした。最高に美味しかったです。ハンバーグもね、本当にこちらもちょっと、ね、食べた時にも冷めてたんですけど、冷めてもね、すごい柔らかくて、でもなんか肉感もありつつ、なんか中のね、ちょっと玉ねぎも甘みがあって、すごいね、ソースともマッチしてました。美味しかったです。はい、もうどちらもね、ご飯が進む味付けだったので、ご飯も進んで、味噌汁も進んで大満足でした。ご飯、味噌汁、サラダ、おかわり自由っていうのがね、最高でした。こちらのメニューはランチでもディナーで食べれるそうなので、皆さんぜひぜひ食べに来てみてください。そして、ね、なんといってもこちら富士山が見えるので、富士山を見ながら美味しいご飯を食べれて最高のお店です。皆さんぜひ来てみてください。前回も紹介したんですけど、じゃあね、朝風呂と朝食ビュッフェのプランが1300円、そして、ね、日帰り湯とランチのセットで1300円というお得なプランもあります。皆さんぜひぜひね、このセットにしてお風呂とご飯と両方楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、
前回もね、本当にあの子供と2人で泊まったんですけど本当にね、あのホテルの部屋がすごい綺麗で、お風呂もすごい綺麗で、あのね、広くてね、お風呂すごかったよね。ね、使えない、使えない。あの地方から来た方はね、ぜひね、あの本当にあのホテルもとっても綺麗で快適なので、皆さんぜひぜひ来てみてください。今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。